電車でね、うん、山手線に乗ってたんです、うん、ほいで僕の、うん、僕はあの端っこ椅子の端っこ あのこっちに壁があるとこに座ってたんです。ならこっち向かい側におじさんが座ってはって、うん、スーツ着たで、まあ、あの髪がこう薄いおじさんやったんですけど、うん、あーっていう声が聞こえるから、うん、ん?と思って注意して見てたんですよ、うん、わあってやってるんですよおじさんが、うん、でそれよう見たら、うん、かゆいっておじさんが言うんですよ。分かった分かりました分かった分かった。もうね、おじさんのね、こっち側にね、壁あってね、この壁に背もたれかけてる女性がね、ポニーテールで、ここのポニーの部分がおっちゃんのここにずっとトッポトッポなってしびれ切らしたおっちゃんもかゆいあれ、ほんま女性気ぃつけてくださいあれ、思わぬ落とし穴ですわ。確かにそのなんか注意するのもむずいもんね。そうそう、意外とあのやっぱ髪長い人やからっていう怒る直後やと思うんですけど、あの電車入ったとこすぐの立ちながらこう背もたれになるあの場所、ロングの方注意してください。この影頭をこちょこちょやってる可能性あるんで。かゆいってめっちゃおろいなちょっと当たってるんでとかじゃなくて、かゆい